佐藤和夫動画チャンネルです。いよいよ今日から参議院議員選挙が公示になりました。まあ私の家の横にも掲示板ありますんでね、先ほど来た時には全部入ってなかったんで、ちょっともう一回ちょっと時間を置いてきましたら今度は全部貼られていました。今回の選挙からインターネットの選挙になるわけでありますが、まあ、投票率、そしてまた若い人がどれだけ政治に参加してくれるのかというのは大変興味深いところになります。